明します。まずアダプターキャラクタライズというマイクロを使って自分の特性を求めます。最初に E キャラをします。測定ポイントは1601ポイント、 IFBW は 10kHz ぐらいがちょうどいいと思います。この状態で E キャラをします。 E キャラは2ポートキャラでポート1とポート2でかけます。ポート1とポート2に E キャラを接続して2ポート、ポート1、2を選んでください。E キャラが終了したならばステートファイルを保存します。今は CAD1 という名前で保存します。次に2ポートの TRL 構成を行います。キャルキットから、タイプ C のキャルキット TRL というのを選んでください。そして、2ポート TRL キャルを行います。最初にスルーを接続してスルー。それからリフレクト、ポート1とポート2それぞれリフレクトを接続して、それぞれショート、ポート2にも接続してショートを押してください。次にラインマッチを取ります。ライン1を接続してライン1のボタンを押してください。同様にしてライン2、ライン3、それから、最後のロードはポート1とポート2に、ロードをつないだ状態で、このロードボタンを押してください。データがすべて求まりましたので Done で終了です。この状態でステートファイルを CAL2 という名前で保存します。これで準備が整いました。次はアダプタキャラクタライズのマクロを立ち上げます。マクロセットアップ、ロードプロジェクトからプログラムを選択して開いてください。マクロランでプログラムを走らせます。リコールステートでまず CAL1、先ほど取った eCAL の構成データを呼び出します。構成データが呼び出されました。その状態で、set cal1 というボタンを押して、構成データを取り込んでください。次に、cal2 というデータ、TRL 構成のデータを、リコールします。同様にして、set cal2 ボタンを押して、構成データをプログラムの中に取り込んでください。キャラクタライズというボタンを押しますと、この2つの特性差が求まって、タッチストーンファイル S2P ファイルで保存されますので、今は Fixture1 という名前で保存します。これで終了です。次は ENATDR モードを立ち上げておいてください。ENATDR が立ち上がった状態です。まず、Advanced モードにしてください。Advanced モードにしましたらば、次は State ファイルを読み込みます。20GB のネット穴であれば最後は 4K5 と書いてあるステートファイルを読み込みます。左側が時間軸、右側が周波数軸の画面になります。まずキャリブレーションを取ります。左側の時間軸のところ、TDR の画面から eCAL を押します。eCAL を接続した状態でキャリブレートというボタンを押します。構成が終了しましたら、NEXT を押します。この画面はスキップします。フィニッシュで抜けてください。次に周波数軸でも eCAL を行います。こちらはソフトキーを使って操作します。eCAL、それから4ポート CAL を押してください。キャルが終わりましたならば、先ほど取得したファイルを使ってディエンベディングをかけていきます。まず左側の画面です。ENATDR Advanced Waveform のディエンベディングというボタンを押してください。そして次の画面の右側、それぞれポート1でロードというボタンを押して、先ほどの Fixture というファイルを読み込んでください。同様にしてポート2、ポート3、ポート4もこの同じ Fixture1 というファイルを読み込んでいきます。すべて読み込みましたらば OK で抜けます。
で次は右側の周波数軸で D エンベディングをかけます。今度はアナリシス、ピクチャーシミュレーター、そして D エンベディングというところを選択しています。ユーザーファイルのところで先ほどと同じ D エンベディングファイルを選択してを開きます。ポート2、ポート3、ポート4も同じようにこのファイルを読み込みます。次に時間軸における立ち上がり時間を調整していきます。かける1のスルー基板をポート1に接続してください。時間軸解析の各トレースにおいて立ち上がり時間を設定していきます。立ち上がり時間を調整しやすいように拡大表示にしておいてください。ディファレンシャルになってますので、これをシングルエンデッドにして、フォーマットもボルトに変えます。ランボタンで挿印を行ってください。立ち上がりが見えましたけれども、小さいのでオートスケールで拡大してください。次に 20%、80% の立ち上がり時間を測定し、それが400ピコセックになるように、ライズタイムを調整してください。今仮に398という値を入れて、立ち上がり時間を見てみます。だいたい良さそうですけれども、もう少し正確に測定するためにスケールを拡大します。時間分解の負けた状態で測ります。少し調整します。マウスのホイールで、調整して399と入力すると、ほぼ400ピコセック、になりました。立ち上がり時間を調整しましたので、測定はインピーダンスが測定できるように元に戻しておきます。インピーダンスとディファレンシャルという形に戻しておきます。次にトレース2、これはペアナイスQの立ち上がり時間です。こちらも、これは数式エディターがかかっているので、これをオフにしておきます。立ち上がり時間が見えました。またオートスケールをかけます。今度マーカーサーチで、デルタタイムがありましたので、これを消しときます。立ち上がり時間は 20%、80% です。この時間を計測します。スケールをもう少し、拡大してみます。この状態で、400ピコセックとなるように調整していきます。今度も399ピコセックで、400ピコセックが得られました。終わりましたらば、また元の状態に戻します。イクエーションエディターもオンに戻しておいてください。次はトレース3。これはローケーブルのインピーダンス測定ですけれども、こちらも立ち上がり時間を調整します。今度は他のトレースと違うところは、立ち上がり時間は 10%、90% を選択してください。再び、オートスケールをかけます。横軸も分解度を上げるために拡大してください。この状態で200ピコセックとなるように調整します。今回は199ピコセックで200ピコセックが得られました。終わりましたならば、トレースを元に戻して、元の状態に戻してください。次はコネクタブのインピーダンスです。トレース4番です。同じように設定していきます。シングルエンドのボルテージ。立ち上がり時間は 20%、80% です。マーカーも 20%、80% に設定してください。オートスケールをかけて、スケールを調整します。マーカー値を見ると、ちょうど40ピコセックになっているので、今回は何も調整しないでも、得られました。同様に、トレース5、6、7、8も設定しておいてください。その時は、ポート3を2、15つないで、T の33で、求めてください。